にちは、アスカです。いつもこういう髪型になるのは癖毛だからです。でも帽子かぶってこうペタってなって帽子かぶるせいです。いつもこういう髪型になるのは、でもいつもの分け目と反対の分け目にして帽子をかぶるといい感じの髪型になるってことを、頭にゴミがついてる初めて知りました。ここ今度実践してみたいと思います。今日はですね、電子レンジで簡単チップスメーカーをやってみたいと思います。ダイソーに売ってました。さつまいもを使います。それでは早速やっていきます。まずさつまいものヘタを取ってから、リンゴのように皮を剥いて、こんなになってる。皮が取り終わったら、これをスライスしていきます。続いて、結構硬いさつまいも、続いてさつまいもの重さを測りたいと思います。結構いっぱいになった、思ったほど。2回ぐらいに分けた方が良さそうですね。はい、これで 100g です。全然見えてなかった。はい、こちらで 100g です。じゃあスライスしたやつを並べていきます。これを、本当に合ってるのかな、これ9分って書いてありました。9分電子レンジだそうです。こんな感じになりました。9分はしなくてよかったです。6分ぐらいで様子見てよかった。焦げた。ごめんなさい。はい、じゃあ食べてみたいと思います。じゃあ、ほら、ポテチの音がする。いただきます。うまい。電子レンジって便利ですね。